しか、うん、まあスライドは映らないけど、とりあえずじゃあこっちの方は始めます。はい、お待たせしました。すいません。ということで、How to Test Scraping っていうタイトルでですね、クズハっていう名前でやってます。発表させていただきます。よろしくお願いします。でですね、これ、今一応中継はしてます。多分大丈夫だとは思うんですけど、皆さんの方映らないので、今このカメラがこっちに映ってるんで、ただ一応放送してますっていうことだけ、お伝えしておきます。で、自己紹介ですね。ID クズハっていうので、大体どこでもやってます。所属は株式会社ドワンゴで、今、2年とちょっとですね、やってます。それでちょっとだけ宣伝、ニコニコ動画ニコニコ生放送っていうサービスをやってます。よかったら使ってみてください。はい。で、また私事から始まって申し訳ないんですけれども、今日10月15日、ですね、今日10月15日でですね、25歳になりました。はい、ありがとうございます。でですね、さらにちょっとあさって10月17日なんですけども、姉が婚約します。なんかこういうちょっといろいろとおめでたいことというか節目になるようなところで、こういった場で、発表させていただけることをとても幸運に思っています。で、前置きはここまでにして本題の方に入ります。でですね、はい、皆さんテスト書いてますか？なんか苦笑いがちょっと聞こえてきたりするんですけど、心意気として僕の思ってることなんですけど、プロダクトっていうものにはテストは必須だと思っています。で、というかむしろテストがないものはプロダクトとは呼ばないっていうふうに僕は考えています。で、プログラマーなんでプロダクトをどんどん作っていってアウトプットしていきたい。で、なんでテストはどんどん書いていきたいなっていうふうに思います。で、みんなテストしたいよねって。で、C 版にはたくさんのテストフレームワークがあります。有名なところで言うとテストモアとかですね、テストモースト、あとはテストベースとかもありますね。で、それらはみんなドキュメントすごいしっかりしてますし、何よりも実績がある。そのテストフレームワークを使ってテストしてるライブラリーが、大量にあって、日々、そのテストっていうのは動いてると。なんで環境としてはすごい恵まれてると思います。割とテストを書きやすい環境にあると思います、パールプロダクトっていうのは。で、できれば CI もしたい。継続的インテグレーション、ずっとテストを回し続けるようなことで、それはハドソンでやりましょうよと。でハドソンっていうとなんかやっぱ Java べったりってイメージなんですけど、別にそんなことはなくてですね、ダンさんっていう方が、別のダンさんなんですけど、はい、書いていて、ちょっと切れてるな。パールのプロジェクトでハドソンで CI 回すにはどういうふうにすればいいかっていうエントリーを書いてらっしゃって、これを見れば多分いい感じにできるんじゃないかなと思います。で、テストも書けるし CI もできるし、やった、解決したと、めでたしめでたしと、いけばいいんですけども、そんなことはないと。なんでかっていうと、一度タイトルに戻りますけど、タイトル How to Test Scraping っていうので、今回、スクレーピング、あるいはスクレーピングじゃなくても外部 API、外部のアプリケーションに依存したアプリケーションを書くっていうことがまあまああると思うんですね。それをテストするときにどういうふうにやっていくのがいいのかなっていうのをやってるので、今までのテストとか CI っていうのは普通のアプリケーション、それ単体で完結しているアプリケーションの場合おおむねあれでうまくいくですけども、スクレーピングなんで、ちょっといろいろ特殊ですということで、
で、まあ長いんですけど、ここからようやく本題ですね。どういうことで困るのかっていうと、まあ、ざっくり4つ挙げました。まあここ大体相手先の話なんですけども、つなぎに行く、外部システムの、まあ、信頼性、例えば週1回メンテで落ちるとかですね、たまにサービスが死んでるとか、メンテの予告もなく、あるいは、いきなりリニューアルしててデータが取れなくなってたとかですね、あとは、まあ、Twitter の API なんかはよくありますけれども、アクセス数の制限があってテストでガンガン回すとちょっと困っちゃうとか、あとは、ID とパスワードないとテストできない、ちょっと不便だよねとか、そういうところですね。で、こういうのをどういうふうに、解決していくのかっていう話なんですけれども、まあ一つ僕の実際に、株式会社ドワンゴで、やった案件の、事例を出して、まあ、僕がどういうふうにやっていったかっていうのを説明していきます。で、まあ、ちょっと完全に情報を全部出すわけにはいかないので一部ぼかしますけれども、まあ、書いてる通りですね、まあ、毎月相当数、まあ、満単位ですねのアイテムのリストが回ってきて、で、まあ、ただこれは入力されたものなんでデータにミスがあると、でそのミスを、チェックして修正するっていう作業が毎月発生していて、これが結構負担が大きいのでどうにかしてくれと。で、まあ、その時に見ているデータベース、紹介しているデータベースが外部の他社のサービスだった。で、まあ、それはまあもちろん他社さんのとは話をしていて、ここを使わせていただきますよっていう話はしてるんですけれども、まあ、そういう業務があってこれの改善をするっていうのが、今回の案件で困ったことがありましたと。リファイナルクッキーを正しく送らないとエラーになる。まあ、なんでか分かんないんですけど、すごいチェックが厳しい。まあ、これはまあでも WWW メカナイズで、まあ、これでよろしくやってくれるから、まあ、そんなに問題はなかったんですけど、まあ、こんな感じ。データベースの内容が更新されるんですね。なんで例えばタイトルで検索して件数が例えば100件とかで10件目を取ってくると、こういうデータが返ってくるなんてテストを書いたら、まあ、即死と。次の日には例えば15件になってって10個目のデータは変わってると。あとメンテで死んでる時があると。でメンテじゃなくてもたまになんか急にエラーページを返し出したりとかしてちょっと困っちゃう。あとはまあそんなに気にしなくてもいいんですけど、まあ、あまりガンガン流すとちょっとあんまり良くない。でまあどうしたかっていうと、まあ、一番よくある感じですね。HTML のパース部分っていうのを分離して、ローカルに保存した HTML ファイルを使ってパースの部分のテストをしてデータ構造がうまくいったらできるよねっていう感じ。まあ問題点として、まあ、ページ遷移のテストはこれはできてない。データがちゃんと来たらちゃんとできるよねっていうだけで、例えばアクセスするために上がっていくシーケンスがちゃんと向こうに遅れてるかとか、そういうところのテストができてない。まあただこれは1回流してやれば動くっていうのは確認できて、あとはそんなに不安ではないかなっていうので、まあ、一応今回は休業としました。で、あと各ページの HTML ローカルに保存するのがすんごいめんどくさい。で、アクセスするためにデータが動的にページが動的に作られて毎回ちょっとだけ違うので、そのテストケースごとに同じページでも HTML 作り取り直さなきゃいけないとかでかなり辛かったんですけど、ただまあ相手のサービスがあんまり更新がない、更新がないっていうのはあのページのデザイン的な意味で、なのでまあ今回はちょっと頑張って30個ぐらいって作業で持ってくるよっていうのでやりました。でやって半年ぐらい、いい感じに動いて特に問題もなく、いやよかったよかった、みんな幸せっていう感じだったんですけど、まあトラブルが発生しましたと。で何かっていうと、ここたまにエラーページを返すっていうのになったんですけども、これがなんかやたら頻度が上がってきた。なんか1時間に1回ぐらいエラーページ出してきて、その後なんか30分ぐらいずっとエラーページを返し続けるような感じになって、すごい困る。で、あとなんか気づいたらちょっとだけページ変わってて、たまにデータが取れないことがあった。うん、すごい困る。で、これだとちょっと業務として回んないから直してよって言われて、自動リトライ機能と、あとまあテストをちゃんとするためにもうペン HTML 再収集するっていう必要性が出てきました。ただそれなんですけども、
機能追加として自撮りトライっていうのはあんま考えてなかったんですね。なぜかっていうと、エラーはそんなに多くなかったんで、これまでエラーの行を全部集めてきてもう一回食わせるっていうので大体問題なくいってて、で実際最初もそれでいけるっていう話で作ってたんで、リトライっていうのは考えてなかったんですね。であと、まあ、HTML 再収集簡単な辛い作業なんで、もう一回やるのは辛いなって、あと一回やったんだからもう一回あるだろうっていうので、もう一回やったらちょっと心折れるなってんでやめましたと。いっそモック生成を自動化しようと、相手の他社サービスのふりをするモックを自動で作ろうって話にしました。大体